フレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあ今日も元気に投稿していきましょう。ちょいとね、日付が空いてしまったんで、これかな、一番新しいのは。で、7月30日か。じゃあまたちょっとガールズチェックをしますか。あ、イベントがあるな、2つ。で、望月先輩もイベントができてんな。てかさ、桜井さん、なかなか話が進まないんだけどさ、どういうことなんだろうな。また同じ会話しかしないんだろうな。でもちょっと行ってみますか。あ、おはよう。おはようございます。今日は特に予定がないからお散歩してたんだけど。一緒だ、全くもって進展がない。でもさ、そもそもそんなすぐに進展があるっていうのもおかしいっすよね。だって桜井さんとは多分3日に1回くらいは会ってるから、それだけでもすごいよ。君もそうなの？気が合うね。ね、気が合うって言ってくれてるしさ、でも話題がないんだろうね。もっと別の話題を提供しよう、俺が。あ、君はタオルとお水はちゃんと持ってる？ダメだよ、お水はこまめに飲まないと。これでね、評価が上がってるのかどうかっていうのがちょっと気になるところですね。ペットボトルでもいいから、カバンに入れておいた方がいいよ。あ、引き止めちゃってごめんね。いや、こっからさ、なんかちょっとお茶でもしないみたいな感じで。お互いいい。俺が引き止めろ。さようなら。ちょっと本当なんもなかったな。どうしようかな。そっか、イベントがなくなってるんで、みんな消えてるな。村上先輩のところに行くか。あれ、村上先輩とこういう話したっけ？その何でもない会話。どうも。あ、した記憶がないな。そうですね。今日は暑いですね。みんなさ、この暑いっていう話題しかないの？まあそういう距離感なんだろうな、多分。静かに天気の話題とか、なんかそういう話題しかできないんだよ。今日は図書館に行こうと思って。もう少しね、仲良くなればもっといろんな話題ができたりするんだけど。本を読んでいる時、窓から心地よい風が吹いてきたりする。でもまあ天気の話題がね、最初は無難っすよ。あー、沈黙が流れてしまった。あなたは、そしてちょっと苦し紛れに本の話題を振ってくる。どうして急にそんな質問をするのかですか？いや、それしか話がないんだよ。口下手だからとか、まあそういうあれではないんだけど。他に話題を思いつかなくて、すみません。私そろそろ。そうだな、ここでまだ引き止めるだけの仲良しさはないからね。まあこうやって会話を重ねていって、一日が終わってしまった。7月の最終日か。まだ7月の最終日か。でも夏休みは長いな。学校はイベントが発生して、街もこんな感じか。ちょっとじゃあイベント消化するか。どうしようかな。ももこちゃんのところに行くか。ほい。なんで俺はさ、学校の中に入り込んでるんだ。本当に謎だよな。なんで学校に来てんだ俺。散歩がてら来たら。散歩がてらにさ、学校の中まで入り込まないだろう。寄ってみたんですか？それはつまり、桃子が気になってここに来たってことか。まあそういう体にするのもいいけどね。わ、私のために学校まで来てくれたんですか？それはそれでさ、本当に気持ち悪いだろう。実はそうなんだとか。結果的にはそうかも。いや、そんなはずないから。そんなはずないんだけどさ。まあ結果的にはそうかな。あ、結果的にはですか？まあ、ももこのキーボードにつられて。ああ、ももこちゃんはキーボード担当なんだね。せっかく来たんだし、私たちの演奏でも聞いてくかい？二人で？ん？他のメンバーはいないのかって？みんな夏休み中はいろいろ予定があって。あんまり揃って練習できないんです。あ、結構ゆるいんだね。だから2参加みたいな感じ。なぎこちゃん先輩と2人で個人練習をしてるところなんですよ。と言ってもやっぱり
何の目標もなしに練習するのは。え、文化祭とかは、文化祭とかでなんか曲披露しないの？先輩、その雑誌は何ですか？あんまり気にしなくていいよ。 この雑誌はちょっとそのエロとかじゃないから。ん、これはインディーズ系の音楽雑誌。なかなかマニアックな、ね、マニアック、いや俺マニアックじゃないよ。至ってノーマルです。に見て気になる記事でもあったのかい？先輩が見ているのはアマチュアバンド。なんでそんなもん見てんだよ。合同イベントライブの。でもさ、アマチュアバンドも特集組んでくれるんだ。こういうところに乗ると一気に名が広がったりますからね。あよ、演奏バンドはまだ募集してますね。もしやこれに向けてイベントが進んでいくっていう流れか。参加すれば目標ができますよ。だけど今のところメンバーは私と桃子だけだし、参加するにしても人数が足りないね。せめてあと一人でもいれば3ピースでいけそうなんだけど。3ピースって何？もう説明してくれた。っていうのは3人組で構成するバンドの編成形式のこと。今年は海外旅行組が多いしな。軽音部って何？ボーカルとかはいないの？キーボードがいて、ギター系がだっていないといけないでしょ。あと後ろにあるドラム。残念だけど。でもそれだけだと音楽、あ、でも音楽やりながら歌うっていうのもありか。なんかろくでもないことを思いついたぞこいつは。待って、黒川さんって俺と同級生なのかな。あや、なぎこちゃん先輩の目が鋭く輝きました。あ、でもネクタイの色でわかるかもしれないな。ももこちゃんは緑が1年生なのかな。で、青のネクタイが2年生。でも目の前にてかいつの間にか俺がバンドに参加させられる流れになってるぞこれ。イエース。いや音楽なんてできないよ本当に。突然だけど、しかもロック激しいね。夏休み限定でロックしてみないかい？あやや、先輩が私たちと一緒にバンドを。完全なド素人だよ。なんでそんなやつを誘うんだよ。目が点になってますよ。それに私もびっくりです。ところで先輩、いやだからできないって。小学生の時にトライアングルを少々を。トライアングルを少々ってなんだよ。トライアングルをどう少々やるんだよ。バンド演奏では使ったことがないと思います。お、でもでもトライアングルを使った演奏も。それ別に俺じゃなくてもいいじゃん。いや、トライアングルを舐めてるわけじゃないけど、なんかトライアングルなんて誰でもできそうじゃん。トライアングルかじゃなくてドラム。いや、なんで難易度が上がってんの。いや、ドラムマニアをね、ちょっとゲーセンとかでちょろっとやったことありますけど、難しいっすよ。あのね、足を使うのが難しいっすね。足と手がなんかね、バラバラに動かないっす。無理だろう。しかもこの1ヶ月毎日ドラムをやるわけじゃないからね。ちょろっと顔出す程度だから。一緒に演奏してくれたらとっても嬉しいです。今の聞いたかい？いや聞いたけどさ、なんでこいつさこんなに好感度高いの？参加には大賛成。おかしいだろう。そもそもこのイベントへ、まずね、この仲良くなるっていう段階に持っていくのがね、すげえ難しいんすよ。で、一応最初に出会って大切なのは、まあ好印象を持たれるっていうのもいいんですけど、まずね、悪印象を持たれないってことが最重要だと思いますね。で、まあよっぽど悪い印象じゃなければ、まあちょっとまたお話ししてみようかなっていう感じにはなるんで、まあ最初の自己紹介タイムで、まあとりあえず悪い印象を与えない、まあできればね好印象を与えた方がいいんですけど、なんだこの選択肢。ドラムをやるっていう話、ドラムよりもギターがいいな。いや、ギターもできてえし、まあ選択肢的には多分じゃあやってみるかなんだけど、まあしょうがねえから参加するか。仕方なくですか？そうだよ、仕方なくだよ。楽器なんてやりたくないもん。無理はしないでくださいね。でも仕方ないと言いながらどこから出したのか
ドラムのスティックに似ている。いや陰謀だよそれ。いやいや本当です。よし、これでめでたしめでたし。なんか参加することになってしまった。会場に夏より熱いビートを響かせようじゃないか。これはやばい、一気にたぎってきた。いや俺はちょっとへこんできたよ。新バンドの結成を祝ってソーダで乾杯。いいね、飲み会やるのはいいね。これはあれだな、時間が経ちましたっていう描写だな。まさか先輩がなぎこちゃん先輩と一気飲み対決を始めるとは思いませんでした。そうだの、一気飲み対決そんなんしたの。12回って、そうだ12杯飲んだってこと。でも12回連続でなぎこちゃん先輩と引き分けるなんて、引き分けなんてあるの。嘘、ないでしょう。それより絶対どっちかが早いでしょう。私の肩に捕まってくださいね。お、申し訳ないね、こんなか弱い子の肩に。いやー、いい口実になったよ。先輩の気分が悪いのに笑っちゃってごめんなさい。いや気分いいよ、とっても。桃子ちゃんの肩に捕まってるからね。でもこれからの夏休み先輩と一緒に演奏していくことを想像したら、ついほらこれ絶対交換いいよ。一緒にいっぱい練習して3人でライブを成功させましょうね。ライブの部ってウニ点々なんだ。お、8月になった。8月1日。どうなんだろうな、イベントがちょこちょこ立ってきてるけど、まあ桜井さんにはじゃあまた会いますか。お、偶然だね。お、会話が変わってる。でも食べに行くの。お、一緒にお昼でも食べない。あ、やっぱりそうなんだ。誘え。私はご飯じゃなくて。あ、ご飯じゃないんだ。ただのお散歩。じゃあちょっと散歩の休憩にカフェでも行かないかい。いつもだとお昼の放送がある時間でしょ。それが体に染みついてて、夏休みだから放送なんてないのに、あ、準備しなきゃ。放送の準備って何？なっちゃうの。え、放送委員の鏡だって。何放送するか結構事前に決めてると思うんだけどな。でもちょっと寂しいのは事実かな。この時間はマイクの前にいたいんだよね。おもちゃのマイクでも買えば。あの放送そんなに大事にしてたんだ。俺も桜井さんの声が聞けなくて寂しい。そんなお世辞を言わなくても大丈夫だよ。まあお世辞なんだけどね。俺ね結構だからそのお世辞を言うのはね得意っす。いつも放送を楽しみ。ただちょっとね図に乗りすぎる時がたまにあるんで、まあ見透かされる時もありますけど。毎日お昼の放送をやっててよかったよ。毎日やってんの？当番制とかじゃないの？ありがとね。月曜日は桜井さん、火曜日はなんとかさんみたいな。お昼の放送をしたい気持ちを満たすにはどうすればいいかな。こうなったら夏休みだけの特別放送。あ、いいねいいね、俺聞くよ。個人的にやっちゃうとか。誰が聞くの？いや俺だよ俺。あ、それは名乗り出ろ。はい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 って。もしよかったら君が聞いてくれる？夏休みの間私の特別放送を毎日。うん、いいね、いい響きだ。なんて冗談。そんなの君も大変だもんね。いやだって夏休み毎日桜井さんと会えるんだよ。夏休みそうしたらさ、やるだろう普通。我慢しないとね。おお、ご飯に行くところだったっけ。あ、そうだよ。呼び止めちゃってごめんね。いや、こっちから呼び止めろ。一緒にどうって。一緒にどうって。それじゃあまたね。ダメだったか。いやでもちょっと話に進展があったんで。え、あと誰いたっけ。ここはももこちゃんか。あと椎名さんがいるな。よし、椎名さんって普段どんな会話してたっけ。あ、こんなところで奇遇ですね。今からお出かけですか。あれ、こういう話題だったっけ。え、あ、違うな、これ初めてだな。場所を求めてこの炎天下をブラブラしていたんですか。そういえば俺結構汗っかきだな。私のタオルお貸ししましょうか。はい、私は今から新体操の練習です。あ、そうか、だから制服着てんのか。夏に運動するのは暑くて大変そうですか。
でも運動部はやっぱね、夏が勝負っすね。夏でどれだけスタミナをつけられるか。私たちは体育館で練習できますけど、野球部や陸上部。体育館何クーラーつけて練習してるわけじゃないでしょ。体育館も相当蒸し暑いと思うんだけど。こんな暑い日は油断していると熱中症になってしまいますから、あなたも熱中症にならないようにこまめに水分補給をしてくださいね。みんなさ、天気の話題とさ水分補給の話題好きだね。夏の間は水筒を持ち歩くようにしているんです。どこに持ってんだ。あなたはてかお前手ぶらじゃねえか。何もお持ちじゃないみたいに例によって俺は何にも持ってないと。もしよかったら私の飲み物を飲みますか。お、いただきます。これはシーナさんと関節うん、喉が渇いていたんだ。そうそう、渇いてるよ。ならちょうどよかったです。いや、なんでさ、こんな横島な選択肢でさ好感度が上がるんだ。まあ別にいいけど。めっちゃ喉鳴ってんな。え、どうかしたのかって。その今水筒の注ぎ口に直接。そうだよ、それが目的だから。いえ、直接でもいいですよ。顔が赤いですか。いや、これでさ、こういう反応してくれるっていうのはすごいよな。でもこいつキモとか。俺だったら絶対そう思われるんだろうな。もうこの水筒捨てようみたいな。部活があるのでこれで。最悪弁償させられるかな。さすがにそれはない。それはないっすけど。よし、イベントが進んだのはちょっと大きかったな。でまた同じ会話が続くのかな。はい、というわけで8月に突入しましたので、次回はこの8月2日からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。